今日はね、ルームツアー部屋紹介ってことでね、引きこもり気味になってるね、まあ、僕のね、あの部屋をね紹介していきたいと思います。まあ、ここにね、まあ、扉があります。で、まあ、入ってね、まあ、左手から紹介していきましょうかね。まずこれ扇風機ですね。扇風機、あのもうね4月だけどもうね十分夏みたいな暑さだしね、まあ、あの1週間か2週間ぐらい前にね掃除しました。これがコロコロですね。コロコロ、まあ、これは必須アイテムなんだけどね、今ねこのコロコロにねこの使ってるね、あのこの粘着テープがねちょっとね粗悪品でね、これねちょっとひっつくんですよね、地面に。うん、だからちょっとね安物はダメだね。で、これがね、普段、学校にね、持っていく時のね、カバンですね。もう軽いです。で、持ち運びやすくてね、まあ、なかなかいいです。で、ね、これ中身のないクイックルワイパー。で、これ充電器。スマホの充電器とね、あれです、扇風機のコンセント。まあ、入り口、右手のね、本棚紹介していきますね。まあ、まず上からね、あのカピバラくんです。まあ、正式名称はね日だまりさんって言うんだけどね、あの僕が小学校6年生の時に買いましたね。僕の大事な友達です。友達をねこんなね袋でかぶせるのはかわいそうやっていう意見もあると思うんですけどね、まあ、当時 YouTuber のね、まあ、瀬戸康史さんっていう方でね、動画内でこのカピバラくんをね使ってまあ寸劇してたんでね、なんかちょっとそれに触発されて買いました。で、これはドラえもんですね。なんかチョコエッグかなんかのねおまけでね、まあうちのおかんがねあのチョコエッグ集めて買ってたんだけど、これがどうもねダブったらしくてね、俺にね送りつけてくれましたね。もうニコニコですけどね、君ねダブりだよって感じでね、まあちょっとかわいそうなやつです。でこれがね、まあ、小学校の時のなんか図画工作で作ったやつです。でそのね上にあるのがエアコンのね、リモコン、ほんで G-SHOCK ですね。これがなんか椅子の取扱説明書です。もう汚いです。もう結構長い、ね、90年代の多分椅子だと思うからこれ。で、これがね、ヒゲ剃りです。中開けられないな。まあいいか。で、ファブリーズですね。で、これなんか父親が、なんかコンビニのなんかの景品でもらったやつ。あんまりよくわかんないですね。これ何の缶なんか。最初見た時はね、飲み物かと思ったけどね、これ開けれないんだよね。なかなか意地悪なね、置物ですね。二段目がね、本になりますね。まあ、こんな感じでずらーっとね、まあ、大学に使う本と、あとは英語の本ですね。なんかこんなね、英語の難しい本ね、買っても全くやらなかったね。っていうかもうこれと、もうこっからね、右側のね、もうこんなん、もうこんなんのね、こんなんね、受験自体全く読まなかったね。なかなかね、宝の持ち腐れって感じなんだけどね。まあこれからね、まあ暇な時間あったら英語勉強しようかなと思います。今度は3段目をね紹介します。これですよね、これね、もうこれ次世代ゲーム機のねプレステ5ですよ皆さんね。えこれどこだったっけな、確かねヤマダ電機の抽選でね、まあ親父が買って当たったね、まあプレステ5なんだけど全く使ってません。まあなぜかっていうとちょっと場所取るし、あとはね、やるゲームが単純にないっていう理由でね、もう全く触ってないですね。本当に起動したのが2、3回ぐらいのね、ちょっとかわいそうなね、ゲーム機です。そしてね、まあ右側にあるのがね、これスイッチと、あとはプロコンとね、あとこれはね、なんだったっけ、アバーメディアかなんかのね、あれですよね、キャプチャーボードですね。下に行きますとね、もうこれはね、あれっす、昔使ってたノートとかファイルとかがねもうぎっしり置かれてますね。で問題はこれよ、これね、これ何か分かります？皆さん、電子辞書。これね去年買ったんだよ、某ね、まあ、僕が、まあ、よく語ってたあの英語の授業中、まあ、第1回目の授業でね、辞書を持ってこないと単位認めませんってことで、で辞書持ってくるんだったら重いから電子辞書買いなさいって言ったから買ったのに1回も使ってない電子辞書です。2万円ぐらいしました。これ本当返してくれって感じなんですけどね、2万円ちょっと次ベッド 見ていきましょうかね。今日ね、本当に今日たった今ね買いました。掛け布団をね、このね、夏仕様のね、クマちゃんのやつに変えましたね。白クマちゃんのやつにね。なかなかね、ひょうきんな顔してますよね、こいつもね。
大学にいる時の俺みたいな顔してます。で枕ですね、もうねちょっと汚いんだけどよだれがついてますね。うん、俺のね枕やっぱ口元見てもらったら分かるけどさ、やっぱ口呼吸してまうんよ無意識のうちにね。まあ、その成果がここに現れてますね。でそこのね上にこうね見晴らしてるのは習近平さんじゃなくてね、熊野プーさんですね。小学校6年になる前にね確かディズニーランドに行ってね親に買ってもらいましたね。もう長らく僕と付き添った友達ですよこいつもね。もうなかなか可愛い面してますよね、もう埃まみれだけどねでそんな感じなんだけど、まあ、時計3種です。まずこれがね、確かね大学入試の入試試験の直前ぐらいに買った時計で、これが高校入学当時に買った、さっき箱があった G-SHOCK の中身ですね。これ G-SHOCK です。もうちょっと時間がねボケててね、使いづらいですね。ちょっとこれ使いづらかったね、でかいし。でこれがねおじいちゃんが死んだ時にね、まあ、譲り受けた形見ですね、おじいちゃんのね。でこれがね中学校の頃の部活のなんかの景品、日卓です。卓球部だったんで日卓のあれ、喉スプレーで、これはね、親父がね沖縄旅行に行った時にねまあもらったお土産としてもらったシーサーくん、これまた表記な顔したシーサーくんですね。これが照明のリモコンで、これも長いね、これ中学入学した時にね制服買った時に特典でついてた時計です。これ結構長いですこれも。うわー可愛いね君、君名前なんていうの。北さんブラック。そういつやったっけな、確か高校 1,2 年の時にね親父が、まあ、九州のね小倉競馬場に行って、まあ、お土産で買ってくれました。北さんブラックです。可愛いね本当にね。でゴミ箱の中ねティッシュでいっぱいですね。ティッシュでいっぱい、まあいやらしい意味はないです、全く花粉症なんでね。で最後はちょっとデスクトップ周り見ていきましょうかね。まず右側から紹介していきましょうかね。これがね、スピーカーでデスクトップ本体です。なかなかでかいですね。で、これが無線 LAN のね、コキです。5000なんぼしました、つい最近書いたばっかりですね。でこれね、まあ、2つあるんだけどね、こっち側がね、このウェブカメラです。ロジクールのね、なんぼしたか忘れたけどね7000円ぐらいかな。これがね、こっちがこれね本当にね無駄な買い物だったね。この見えるかな、ハイパー X っていう1万8000円ぐらいのねマイクなんですけど、当時僕ねゲーム実況まあちょっとしたいなって願望があって買ったんだけどね、まあ案の定ゲーム実況のね再生数は最悪、もうね2桁いけばいなみたいな感じでね、もう全く使わなくなったね哀れなマイクです。宝の持ち腐れです、これこそが本当のねで、マウスですね、これがね、まあ、マウスのマウスパッドです。でこれクソ安物ね、ロジクールのねマウスです。で優しい麦茶とね、天然水です。水はねずっと飲みますよもうちょっとごちゃごちゃしてるけど、これがティッシュですね。なんか洗濯物を入れてくださいって置き手紙で、最近やってる IT パスポートね、もうそろそろほんまに勉強もね取り掛からなあかんねんけどね、なかなか進めませんねこれもね。でなんかこうやこんな風にね、まあ一応なんか一応いろんな書いてますね、いろいろ書いてますけど、なんか予定表みたいな感じですねこれはね、今日一日の予定表みたいな感じですね。で筆箱ですね、これ花粉症の薬ですね。もう病院行かなくなったんだけど、これ頻尿の薬ですね。過活動膀胱のね、もう全く行かなくなっちゃった、病院もサボり気味っていうかもう完全にサボってます。でこれがね、歯ブラシ、歯磨き粉です。まあ、こんな感じですね、部屋全体は。まあ物がね、物置いてたらイライラするから俺さ、まあなかなか最小限にとどまった部屋じゃないですか。本当はあとはカレンダーがあればいいんだけどね、俺ポスターとかね貼れないんですよね。なんか壁に物があったらさ邪魔でイライラするからさ、ポスターとかもね本当は貼ってもいいんだけど貼らないんですよね。
まあそういう意味ではね、カレンダー別に貼っても貼らなくてもどっちでもいいんだけどね。まあそんな感じでね、僕の部屋紹介でした。